こんばんは。今日は大堀さんに練習場に来てもらいました。初めてです。そうですね、練習場、うん、あのなんで大堀さんを練習場に呼んだかと言いますと、はい、インスタグラム見てたら、はい、なんか面白いこと始めたなと思って最近、はい、ちょっとあれはもう私 何回も転げた。転げました、うん、狙ってます。あそこまで大げさになかなかさできないというか。そう、でもね、ね、うん、やりすぎ感はちょっと言われますけど。いやいやいや、でもいるよね。今いるいるっていうのがすごいあって、最初にダメなやつ、やつで、まあドリルやって、うん、徐々にこう最後のスイングまで綺麗、はい、になっていきますよ、はい、そうです順番になってますから。本当面白かった。ありがとうございます。これはぜひうちでもやってほしいなということで、今日はお願いに参りました。参りました。お願いします。まず最初に気になったのが、はい、起き上がり。あ、体がね。起き上がりレッスン。はい。ちょっと面白いから皆さんこれね、大堀さんこの大げさにやってるインスタグラムご覧ください。ちょっとやってみましょうか。はい、よくある。前傾角度の起き上がり系のミスショットの。こういう人いますよ。いる。バランス取れないよ。いる。でこれって、はい、ミスって両方出ますよ、ね。うん、両方出ます。もちろん、まあこれ基本的に前傾が起き上がってしまうミスなので、もちろん上下、うん、ダフリトップっていうのも可能性としてあるし、うん、骨盤って起き上がったことによって回転がストップしますから、あ、ストップする。それによって引っ掛けが出たり、もしくは詰まって逃がしてプッシュスライスみたいな、もういろんなミスが出る。いろんなミス出る。基本中のダフリもトップも出る。うん、出ますね。そう、ダフリもトップもスライスもフックも出てしまう。このどうしても角度ってすごい重要なんで、ね、うんうんうん、まあ、ここのまず基本の練習ですね。はい、なぜ前傾が起き上がっちゃうようなミスになっちゃうかっていうと、バックスピンって多少腰って回るんですよ、うん、その回った腰をしっかり戻すという動作を行ってないからです。おー、バックスピンにスッと回して満足してそのまま打ちに行くと戻りきらないところで打たなきゃいけないので、すごいスペースがないんですね、うんうん、なのでその原因というのは基本的に回った腰を戻してないからになってきますから、しっかりそのアドレスの位置に戻すという動作を入れて打つっていう順番にしてあげると角度は維持しやすくなってくると思います。はい、骨盤を戻すという意識ですね。そうです。で、まあ、ここで意識してもらいたいのは、まあ、骨盤とか難しいことしちゃうと分からなくなっちゃうので、基本的にはお尻です。お、はい、なるほどね。後ろに意識を持つ。後ろに意識を持ちましょう。で、バックスイングを上げてからこの左のお尻をしっかりお尻に引っ張ります。ぎゅっ、まあ、もしだったら自分の右手で左のポッケでも掴んで、うんうん、上げて一回ぎゅっと引っ張ってください。で、引っ張ってからクラブを打つっていう順番にしてあげると、しっかり骨盤が元の角度に戻ってスペースができて抜けていくですから、このお尻を引っ張る、左のお尻をギュッとお尻を引っ張る動作をスイング中意識してやってあげると、前傾角度が起き上がらないようになるかなと思いますので、はい。そしたら、さっきのちょっとだけ言ったんですけど、うん、左手でクラブ持ちます。で、右手で自分のポッケ、ポッケなければズボンでもギュッと掴んじゃってください。で、こんな感じです。こんな感じ。うんうんうん、自分で掴んじゃうんだね。掴んじゃっていいです。まずは大げさに体感しちゃいます。上げます。引っ張る、うんうんうん、この順番です。上げます、引っ張る、打つ。すごい、なんか一人でこれできないと思ってた。そうなんです、これ一人でやればできるんだね。もし椅子とかでもいいんですけど、うん、まあ椅子とか置けなければ確かによく ね引っ張ってもらったりとかさストレッチポール立てたりとかさそうですね、そうですね、一人でできるのに、一人でできる。
上げる、引っ張る、打つ。でこれで、まあ、もしだったらボールを打っちゃいます。打てなかったら素振りだけでもいいので、少し軽く上げる、引っ張る、打つ、うん、で何球か打って、この引っ張る感覚を、左腰が動く感覚を感じ取るように、まずはドリルをしてもらいます。はい、そしたら両手で持って、今ぐらいのゆっくりリズムでいきます。はい、上げる、引っ張る、下ろす、軽くていいですよ。はい、上げる、引っ張る、下ろす、この状態、上げる、引っ張る、もう、はい、で、いきます。うん、で、最後は今の左足を意識して行っていきます。もう、こんな順番で、なるほど、練習をしてみてください。いいですね、これ、はい、セルフ練習、セルフ練習、はい、なんだかんだ物を置くのね、めんどくさかったりとか、ちょっと恥ずかしい、練習場でここに物を置いてやるのも恥ずかしいと思う。人がいるとまあ危なかったりもするしね、レッスンの先生だったらいいけど、はい、なるほど、ありがとうございます頑張ってください